ゼロ番。あれ、あ、俺も出る。ゼロ番さん。やみ上がり。声で。やみ上がりだよ。皆さんこんにちは。こんにちは。日曜日の、ひととき、狭苦しいお店でちょっと人数少ないですが、かぐや姫、風、その他、その人の歌だとかで盛り上がっていきたいと思います。今年2回目、年2回だもんね。本当はバイトライの人が欲しかったんですか。さあね、帰る時にもう1人前ずつ料金払ってくださいということで、まあ、大体いつものメンバーと、今日初めて小笠原さんいらっしゃった。見学でいいですかと言われたので、はい、全然大丈夫ですよって言って来てもらったら、もう絶対歌ってくださいね。ごめんなさい、半分騙してます。なんとかお客さんに来てもらおうと思って、そんな形で、まあ、この人数ですからね、楽しくいきましょう。ということで、のぶちゃん何かありますか。あ、闇上がりののぶちゃん元気ですか。どこあるんです。暗い。どこあるんですか。昨日まで熱出してた。そうなんだ。今日はもう昨日欠席っていうメール送ったんだけど、ダメだ。虫が最初の方でしょ。来ない詐欺だ。みんなに聞けば治るだろうって。やめて。マスクもしないで。ちょっとこっちやって少し慣れたわ。でも元気といえば、もう高節もね、元気で、先月サマーピクニックラスト行きましたけども、いくつだって高節。75歳。75歳だけどね。ライブの数すごいもんね、年間のね。しょうやんが、来月73歳。いらっしゃい。パンダさんは79歳。そう、パンダさんも今半年に1回ぐらい東京の方のライブハウス、ちっちゃいライブハウスライブやってますから。そうですか。なんで再結成しないんですか。仲悪い。音楽選手。どんどんみんな引退していくミュージアムボーイなので、まだまだ見た目がね、老けてましたけど、まだまだいけるんじゃないですか、あの3人も。そうで、メンバーをかけずにいる、数少ない努力だよね。もういつかは、ちょっとしてもいいか、先生が引退していくと思いますけど、それを期待して、今日も皆さん、楽しみましょう。では、乾杯してスタートしたいと思います。よろしいでしょうか。はい。じゃあ今日もよろしくお願いします。乾杯。静かだね。静かだね。そんなもんよ、いつも。そう。あ、ちょっと待って。